はい、おはようございます。ということで今日は飲みです。がっつり飲み動画、もうゆっくり飲み動画ということで、まあ、ちょっとね、まえちんと一緒に大食いではもう有名ですね、こちら焼き鳥萩さんですよ。炭火焼き鳥萩さんということで、今日は別にデカ盛りとか大食いではなく、まあ食べたいものを食べつつガラッと飲んでいこうかなと。ちょっと早速注文しちゃおうか。しましょうか。もうね、多分ね、これデカ盛りのお店見てる方だったら説明不要だからなるほどね、うん、なんか適当に頼んじゃっていいか。あ、もちろんです。 OK です。じゃあちょっと春らしいおすすめもあったりとかもするから、まあそのあたりを中心に頼んじゃいましょうか。じゃあすいません、注文お願いします。いや本当はね、一品料理とかいろいろ頼みたいんだけどさ、まあまあ炭火焼きというハギですから、とりあえず焼き鳥ですよね。そうです。あ、でも正直さ、いろんなもん食べてもらいたいんだけど、やっぱどうしてもね、毎日このカメラマン同行部が限られてるからさ、1日2本撮りになっちゃうじゃん。そうですね。でさっきもラーメン食べたんだよね。まだ2時間しか経ってない。そう、2時間しか経ってないぐらいだから、まあ、毎日は腹いっぱいだと思うんだけど、まあ、ちょっとつまみながらね、はい、うん、おすすめを食べてもらいたいなと。いや念願よ。俺多分このハギさんのお店に出会ってからもう何年も経ってるけどさ、撮影で飲みに来たのは初めてなんだよね。そう、だいたいデカ盛りおよびチャレンジメニューみたいな感じだったから、まあ私生活ではねちょこちょこっとこう飲みに来たりしたことはあるんだけど、動画に起こすのは初めてかな。うん、まあ、腹も減ってはいるけど俺はね、とにかくここで酒が飲めることがありがたいマジで。じゃあ今日ちょっと、じゃあいつもと違うんですね、ここは。まあいつもと違うね、なかなか飲みに来ることないからね。だいぶ緩めになってるんですね。じゃあめっちゃ緩いです今日は。あのちょっとすいません、めっちゃ緩いです。確かに緩いですもんね。緩い。あとちなみにあの普通の居酒屋さんですけど、こんな感じで普通にでかいのが売ってるから、ここら辺通常のねメニューの方にも載ってるんだけど、唐揚げがね300でチョモラン守りと、まあ、ベースで20個があるデカ盛りも販売してるんだけど、まあひとまずね今日は普通のということで、あのドリンク来たんで、とりあえず乾杯しましょうか。乾杯しましょう。うん、じゃあちょっとお疲れ様です。お疲れ様です。震えてたよね今震えてたよね。震える、震えるよ。だって一日の一杯目の生は震えるでしょ。てかここのビールうめえな。やっぱ泡がねめちゃめちゃ滑らか。うーん、サーバーもしっかり洗ってんだろうな。全然臭くないわ。もううまいビールって感じ。でも最近俺角ハマってんだよね、角ハエ。もう家では角ハエばっかでさ、生最近全然飲んでないから久々に飲むな。余計しみますね。しみるしみるしみてるなありがとうございます。うわ、うまそう。これ落としてきたけどめちゃくちゃうまそうじゃない。これごま豆腐なんだ。むっちゃうまそうだけど。じゃちょっとおかわりの角ハエとこれちょっとお通しいっちゃいますか。お通しで2杯目か。そうなのよ、間に合わなかった俺のこの、そうですね、うん、欲するこの気持ちがうわうまそう、ごま豆腐か。いやこれお通し、うわすげえねっとりしてる、箸入れた感じで。うわこれ絶対うまいでしょう。これいいね。うん、うわ黒ごま濃いな、めちゃくちゃ濃いぞ。これでもこれ調子乗って飲んでるとベロベロになるな。本当ですよ。あ、ありがとうございます。うまそう。ありがとうございます。やばい。長芋の千切りこれやばい。これ絶対うまいやつだ。めちゃくちゃうまいやつだよ。ちょっと山芋千切りいただこうか。やっぱね、卵黄ついてんだけど、一回溶かずに食うわ。わさびとね。これがね、酒にめっちゃ合うのよ。これがね、やっぱうまい。山芋ってさ、浅漬けも好きなんだけど、こういうさ生千切りをちょっとまあわさびとかあえて食うのうまいんだよ。うん、待ってこれ家で作りたいの。あ、家でもまあこんな美味しい、いい山芋がちゃんとね、このシャリシャリ感
がいいですよね。やっぱね、ちょっとこれいっちゃおうよ。うわこの絵面やばいだろ、もうこれだけで酒いけるで。いやめっちゃいいっすね。しかもいい感じに落ちましたね。いい感じに落ちた。ラーメン食べた後だから食べたくなる、うん、確かに締めとしてちゃんとね。やっぱ普段さ、こう一緒にカメラマンとして来てくれてる日ってデカ盛りデカ盛りとかさ、まあ飯飯じゃん、うん、でもこういうこう飲み屋さんとかだとさ、2軒目でもこう自分のその胃袋の残りの残弾数をちゃんと相談しながらさ、ちょこちょこつまめるからさ、うんうんうん、いいよね。いやでもマジでうまいな。お通しも食べてみようか。お通しもうまい。濃いよね、黒ごまが。こんな密度あるんですね。もうほんと密度めっちゃすごい、もっちりねっとり。これうまいよ。初体験です、うん、うまい。ラーメンの後だから余計こういうの卵黄のやつもいきたいな。他にさ、焼き鳥とか唐揚げいろいろまだ頼んでるけどさ、これで俺角ハイボール2杯いけるもんなマジで。うまい。うまいっすか。めちゃくちゃうまい。食べちゃうっすね。ちょっと食べて進んじゃう。あ、ありがとうございます。うわ、盛り合わせも来たで。あの説明いただいたけど今覚えられないハートハツかな、皮、ネギマ、カサミ、ヤゲン、スナギモで、椎茸のシシトウかな多分。やったいやね、あったかいのこのハギさんね、今ねいただいていまして、まあ、撮影に伴ってなのかちょっと分かんないんですけど、今娘さんもねホールにお手伝いをしていて、中学生ぐらいからかな、多分知ってるのよ。初めて会った時中学生とかなってました。もう6、7年前とかですもんね。次女もいるんだけど、その子はもう小学生ぐらいの時からこう会ってるんだけどね、今なんかこう感慨深いのよ。数年越しに、だって中学生だった娘さんが今ホールで働いてるんだよそうですね、大学に入ったっていうから。確かに確かに。なんかね、アットホームだね。そんな感じでちょっと焼きたていただきましょう。でせっかくだから、まずこれ白レバーですね。これ限定で今日販売してるんですけど、限定で今日というか、週末限定、木金土早い者勝ちでね白レバーがありまして、まあ、白レバーといえばですね、痛風の人はよくない、一番食べちゃいけないんだけど、僕はちゃんと薬飲んでますから痛風の大丈夫これ毎日もね1本ちょっと食べてほしい。これマジでうまいから白レバー。わかりました。ちょっとそのままね、いろいろちょっと調味料いただいてますけど、ブルン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 、うまっ。やばい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 、トロトロやばもう終わっちゃった結構俺もさ、普段酒、まあ、飲みに行くというか一緒にご飯食べに行く時とかってカメラ回してない私生活だとそんな油っぽいもん食わないじゃん。だから日常で飲みに行くことってその海鮮系あと焼き鳥系って結構多いんだけど、割といろんなお店で焼き鳥食べてる中で俺の人生史上かなりトップクラスにこの焼き鳥は本当に美味しくて、まあ、焼き鳥に限らずやっぱ鳥料理マジで美味しいからね。この動画見てる人のイメージだとデカ盛りのお店とかっていうところが強いと思うんだけど、なんかねそうじゃなくてね、やっぱこう普通に一回食いに来てほしいね、みんなに。これ前田に話してるよ。みんなに話してる。みんなにも話してるけど今前田にも話してる。みんなに来てほしいです。ちょっと一回俺カメラ持つからさ、串食べてよ。串食べてもいいですか。せっかくなら。これはまだ一回つけずに。これね、十分この白レバー旨味強いからそのまんまで食べてほしいかもな。いただきます。いっちゃってくださいよ。なるほど。
めっちゃうまくない？プルプル。うん。すぐいっちゃうっすね、これ。そう、これね、本当にマジ一瞬で食べちゃう。うんうん、これなんかつけてもいいですか？とりあえずいただいてるのがこれなんだろう。なんか特製の辛味噌か、からしかみたいな感じなのかな。もちろんつけても絶対美味しいと思うし。あ、うまい。うまい。うまい。これもいっちゃうかな。からし？からしも。ちょっとつけて。俺つけずに食っちゃったよ。俺つけずに食ったから、このその食レポに関しては前田にかかってるから。ハードル上げる。前田次第だからこれ。うん、美味しいです。あ、今日は冴えてない日だな。今日は冴えてない日だわ。いや、これはね、悪い。あなたが悪い。これはあなたが悪い。前振りが良くない。めっちゃ緊張したもんだって。じゃあちょっとこのね、このカメラでね、毎日撮ってもらうのもいいんだけど、やっぱせっかくならこの焼きたてをさ、食べたいもんちょっと、まあ、口外しちゃってもいいからさ。あ、わかりました。食べたいもん食べれるだけちょっと焼きたてをね、食べてほしいんだわ。ちょっと好きなもん言ってよ。じゃあ一口でいくわ、普通に。なんか取り分けずに。なんか食べたいの、何が食べたい？しいたけ1個もらおう。しいたけ、いや、しいたけあげるけど、この流れ鶏肉の話してない？その、しいたけの話なの？いや、それは一旦じゃあキープでいいですか？あ、キープでね。シンプルにネギマ今あってもいいですか？あ、シンプルネギマ食べな、食べな、はい、シンプルネギマ。どうぞどうぞ、食べて食べて。ネギマめっちゃ好きなんだよ。ありがとうございます。お願いします。もうちょっとネギマ食べる前に唐揚げ来たよ。いいよ、食べないよ。もう食べるの、食べるの。この辛味噌が、あー、辛味噌あんだろうね。普通にめっちゃうまくて、絶対うまいと思うわ。がっつりつけても美味しいなと思って。ベタっといっちゃいな。ちょっといっちゃいな、いっちゃいな。目が目が目がジューシー、めちゃくちゃジューシー。ほんとね、ここはね、やっぱここに書いてある通り、俺らもデカ盛りとかでさ、親子丼のチャレンジメニューがあって、やっぱ動画でもそういうのばっかなんだけど、もう基本的にね、こういう鶏料理がそもそもうまいから、うん、毎日とここに一緒に来るにしてもデカ盛りとかを食べてもらうんではなくて、やっぱね、ここがスタートで良かったわ。うん、なるほどね。あ、あります。先生、いただきます。もう早々と3杯目です。この唐揚げもうまいよ。あなた好きだから唐揚げも出来たてを食べなさい。1個はでも。いただきます。うん、唐揚げ。いかがいかが。うわ、肉汁すごい。肉汁すごい。胡椒がめっちゃいい感じに効いてる。お肉も美味しいし、ベースの下味、そうですね、うん、それもすごく絶妙だよね。ちょっと俺も食べよう。うまっ。この程よい醤油感と生姜の香りと肉汁と、うん、うまい。まあ、まあ、楽しそうな人が多いんで。いやー、なんかいいな。もうちょっと前ちんとこの好きなお店をお酒紹介として飲みながら撮る撮影いっぱいしたいんだけどさ、俺がよく撮影行くようなお店さんって、こう片道1時間以上とかずらながらさ、なかなかちょっと行けないんだけど、まあ、この萩さんはね、目黒で、割と俺らこの神奈川県に住んでる身としては、あの東京よりの神奈川に住んでる身としては、うんうん、そんなにね、車で行くんであれば遠い距離ではないからさ、うん、近いですね。近いで、よかった、今日誘って椎茸食べようかな。うん、止めよう止めよう。珍しいな、一軒他のところで食ってきた後の2軒目って毎日絶対箸進まないのに、今日めちゃくちゃ食ってるじゃん、2軒目でも。確かに珍しい。確かにこんだけうめんだな。そんだけうめんだな。そういうことですね。でもここのほら、名物はやっぱ親子丼だからさ。親子丼はいけないっすよ。なんかいける雰囲気でいけるけど。締めですか。うわ、でも、もともとコロナ中はさ、ランチの時間帯にもお持ち帰り専門であったりとか、あとはランチ時間に普通に営業したりとかしてて、そういう時は親子丼がよく出てたんだけど、夜とかの営業のメインはこれ鶏塩ラーメンとか、鶏を使った麺類とかもメニューに販売してるから、そっちもかなり出るみたい、締めとして。ここのね、
鶏塩ラーメンが締めにほんといい。種類豊富ですね。結構ある。鶏塩、ごま担々、うん、鶏味噌、うん、いやそれ以外にも親子丼も4種類ぐらい味があって。あ、そうなんすか、ね、うん、普通の以外にトマトとか4種類どころじゃない、鶏だし、しめじバター、カレー南蛮、ピリ辛ニラ玉、豆乳チーズ、イカスミトマト、石焼き親子丼親子丼だけで 1,2,3,4,5,6,7 種。それ以外にも鶏だし雑炊とか焼きおにぎりとかね、ご飯物だとあるけど、ここはね飯がうまい。何食っても。そしたら追加お願いします。角杯も追加でお願いします。はい、お願いします。毎回ね、最近のマイチンと酒飲む撮影はさ3杯で収めてるけどさ、うん、来てる料理も含めて動画折り返しなってないのに4杯目注文しちゃったうまい。最後親子丼もあるんですけどね、親子丼とラーメンもね。あ、ラーメンもか。ラーメンも頼むよ。でも大食いの方でここをデカ盛りとかチャレンジメニュー以外取ってる人って少ないのよね。俺とかはなんかこの飲み会とかに飲んでもらって飲む機会があったから、ここの飯がとにかく普通のが何よりも美味しいっていうのは知ってるけど、うん、大食いの人でもこの並盛りっていうのかな、これが美味しいってことを知ってる人はかなり限られると思う今みんなしちゃったっすね。今みんなしたけど、今みんなしたけどね何うまい。でも今ここの地でお店を始めてつい先日11周年を迎えたらしくて、うん、もう12年目だよね。すごいですよ、なかなかね、飲食店を11年以上、うん、しかもコロナ挟んでますからね。 そうコロナも挟んでるから今日も土平日だよね。そうです、木曜だよね。木曜なのにオープンからいますもんね。7割ぐらい埋まってるからね、うん、もう席が。まあ本当にね、あの動画を見てとか遠方の方から来てくださってくれるようなお客様は多分予約とかね、しっかりとテーブル席取った方が安牌かなとは思うんだけど、平日だったらなんとか滑り込める可能性はある。でも可能性はあるっていうぐらい、やっぱ予約の方がいいかな。うんうん、あ、ありがとうございます。でちょっと酒も来たところだから焼き物といきますか。続いてこれ焼き物もらっちゃっていい？あ、もちろんです。うん、このコリコリ感うまいな。硬すぎないし、焼け前についてるお肉もさホロホロだし、うまい。だんだんさ、動画撮影ってことを忘れてきたこんなにカメラを見れないことはない。でも結構緩めっすね。緩いね、今日はね。はい、出まーす。うわー、うまそう。ホタルイカ、この割合に対してさ、味噌というか、おおない確かに、それ味噌っすよね。あ、味噌っすよね。まあ、酢味噌合いみたいな感じだと思うけど、味噌、おおない多いっすねじゃあ、まあちょっとこの辺り先にね、飲み屋の春といえばホタルイカですよ。これこれ、まずこれよ。これがね、日本酒飲みたくなんだよな。うん、うまい。やっぱね、ホタルイカうまいわ。ホタルイカ時期もんですからね。マジ、春以外食えないよ、マジで。食べていいですか、じゃあ。食べてどうぞ。食べます。うん、これ、味噌は絶対つけた方がいいですもんね。つけた方がいいと思うよ。いただきます。うん、あ、なるほどね、初めて食べた。初めての。あ、でも酒飲まなかったら、うん、食う機会あんまないか。あ、美味しい。確かに酒に合うっていうのはめちゃくちゃわかるんですよ、うん、いやね、これ食うとやっぱ日本酒ね、日本酒か焼酎だね、やっぱ。ちょっと親子丼も頼みますか。本当に一口でいいから一回これを食ってほしいんだよね。これめっちゃうまいのよ。いただきたいです。いろいろなレパートリーあるんですけど、どれにするんですか。いや、もうとりあえずベースだよね、王道の。ベース食ってもらって、また食いたいなってマイチンが思ったら
別の機会に。そうですね、だって何十回も行けますもんね。そう、大食いの撮影でまた別に来ればいいんだから。いやでもほんと今日来てよかったな。おいしい、ほんとにめちゃくちゃうまいっしょ。結構食べちゃった。すげえ、残ってた山芋毎日が全部食った。ほんと珍しいな。うん、結構空いてたのかな。お腹わかんない。お腹空いてるわけないでしょ。おいしいだけです。でさっきこの撮影来る前、お店入る前にさ、食べれそうって聞いたらもう8割以上みたいな話じゃん。そうですね、まあだから揚げ物とかはさすがに重いかもしれないですけど、今のお腹の残り具合的にこういうのがちょうどよかったんだ。だからちょうどいいですね、本当につまめる系が。結局うまいから食っちゃうよね。食っちゃうっす、食っちゃうっす。で太んのよ。ちなみに毎日ちょっとこう体調を整えたりとかしてダイエットもしたりしてた時期あったじゃん。はいはいはい。撮影一緒に回るようになってからさ、何キロ太った？いやでもちょうど痩せ、ちょうどありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。毎日の話は大丈夫みたい。そうですね、うん、完全に。食べましょうか。食べましょう。せせりの唐揚げ。せせりの唐揚げって割と珍しくない？あんま見ないですよ。軟骨とかあるけどね。いただきます。いただきます。うまっ、うまっ、めっちゃうまいな。めっちゃ揚げたてだし、めっちゃ揚げたてだし、めっちゃうまい。ジューシーですね、これも。せせりってこんな肉汁出んだ。うん、確かに。うまっ。これはハイボールでしょ、味的に。うまい。なんだかんだいろいろもう卓上にはないけど相当食ったよね。そうですね、うん、これレモンとね、はいはいはい、マヨネーズ、マヨネーズつけて、間違いない、間違いない。いい感じにさっくり感がめっちゃ目立つ。いい感じに。やっと今日初めて使えそうな食レポをしたね。その油断してる時に出るっす。出なさそうな。やっぱね、あの、言わなきゃいけないと思ってる方がきつい。わかるわかる。じゃあ本日の締めいきますか。たら、すみません、取り出し親子丼を一つお願いします。今日は1軒目のラーメン屋さんでラーメン2杯、中と大サイズ俺は食べて、ライスを2杯で、チャーシューまぶしの1杯食べて、まあ、炭水化物めっちゃ食べてるけど、ここから親子丼。冷静に考えたらえげつない量取ってるんですよ。いつもなんかしれっと見てるけど冷静にやばいですよ、量的に。まあ大食いの人って変な人ばっかだよね。そうですね、うん、ありがとうございます。ここで来ましたよ、本日の締め、宅配。そっちじゃない親子丼ね。これ一応ベースの取り出しの、他に味付け特にしていないベースの親子丼だね。いろいろ今日紹介しましたけど一番の見どころなんで言いますよ。どう、すんごい、カメラのモニターを今見ている前田、どう思っている？美味しそうです。だろう、だろう。これがうめんだよ。これ何がすごいって、しっかりと卵を多分普通の親子丼のお店よりも多めに使ってるのに、プラス別途卵黄のみが乗っかってるっていうね、うん、もう俺散々さこの親子丼食ったことあるから、一口目お前が食ってくれ。ありせっかくなら、じゃあちょっと前チンが君パッカンやってください。僕はあのノウハウ分かんないですよ、君パッカンの。これ君パッカン前田が失敗したらもう、その前田君のセンスで、センスでやだな、ここやだな。じゃあちょっと前田のセンスで君パッカンお願いします。じゃあいきます。はい、お前に寄せるな、カメラ側に寄せろ君を。お前が美味しそうに見えてどうする。こっちに寄せんなよ、こっちに。じゃあちょっとね、2人で食べるから取り皿いただいてるけど、やっぱりね、せっかくの一口目はもう取らなくていい、その一番美味しい状態で一回食べてほしい。
いや君の顔ズームするよ、全員待ってんだよその顔。いただきます、うん、食べてみて後ろにハンギさんいるどう？うまっ、マジでうまいです。マジでうまい。これもめっちゃ出汁効いてる。そう、割り下がさ、すごいしょっぱいとか味付けしっかりじゃなくて、とにかく鶏出汁がすごいから、こう旨味で食わせる親子丼とか、そんな感じ。大人の親子丼ですね。わかる、めっちゃ。お前のってこと今初めてわかったわ今日一わかった一言でわかる。そう、まさに大人の親子丼だね。まあでも俺はね、何回も食ってるからちゃんと取り分けるわ。あ、わかりました。一旦ね。いやー、これがうまいの。やっぱこのチャレンジメニューになるとさ、この1種類だけじゃなくて他の味4種類まとめたとかっていうのをいただくことが多いの。でも結局ね、なんかいろんな替え種食ったんだけど、やっぱベースのこの出汁の効いた親子丼がいっちゃうまい。うん、いただきます。うまうまいな。ちょっとこれ寄ってほしいな。わかるかな、このさ、下に染みてるつゆの色わかるかな。いわゆる割り下の茶色っぽいとか黒っぽい醤油ベースの割り下ではなくて、もう本当にね、出汁が効いてるだけなの。まあ、本当に出汁で食わす親子丼だね。うんうんうん、本当にね、飲みの締めにこれ食っても全然重くないの。なるほどね、言ってる意味がわかりました。そう、締めって言ってる意味がやっとわかった。本当の締め、締めになるんだっていう。だから親子丼と鶏雑炊、これのいいとこ取りをした親子丼って感じ。あ、なるほど。合ってる？合ってると思いますよ全然合ってると思います。なんで不安になってるんですか？いや、もう酒飲んだ時の自分の食レポ信用してなくてさちょっとということでですね、僕はこの残りの親子丼に七味をかけながら、もう撮影時間がね1時間20分を超えるということで、ここで一旦締めたいと思いますいや、まあマジでね、あ、エンディング中に七味をかけるないや、なんか美味しそうだった俺もかけないなと思っていや、本当にですね、まあ僕らの大食い動画って結構このデカ盛りというかね、大食い中心で発信することが多いので、いわゆる通常メニューとかね知っていただくような機会って少ないんですけれども、まあ、今回のようにですね、こういった並盛りメニューだったりとか美味しいお酒、まあ、紹介できてね、すごく良かったかなと思います。いや、皆様もですね、ぜひこの親子丼のデカ盛りのみではなく、僕らがね、今日美味しいと感動したこの並盛り料理を食べながら、美味しいね、お酒とともにこの萩さんを楽しんでいただければと思います。じゃあ、今日の動画の最後の締めは毎日にお願いします何でも。いや、今日はもうなんか結構お腹いっぱいになったなって段階早かったんですけど、ラーメン食ってる段階で、うん、そっからのこう入る具合、やっぱご飯の美味しさがあったからかなって思う。それ新しい発見でした。もしまた次もいい組み合わせのお店をよろしくお願いします閉まんない閉まんない、やめて、迷惑迷惑。それじゃあね、やめてほしい